陣ひろしですけども、今日は矢口美香さん、ベリーダンスのカリスマがディスコダンスをやりたいというので来てくれました。こちらは、いつも来てくださる、名前言っちゃまずいですか？いいです。あ、はるちゃんか。はるちゃんです。はい、まずディスコダンスはステップだけなので、そんな難しくありませんので、4コーナーっていうのをやります。左足を、1、2、3、4、5、6、7、これを覚えていただいて、次、バンク、肩と腰を、1、2、3、4、5、6、7、8、まあ、後でまとめましょうね。で、ソルチャチャっていうのがあります。1、2、3、4、5、6、7、8、このようにいろんなバスストップとかいろんなネーミングのあるステップがあるんですけど、基本的に有名なステップを覚えると誰でも踊れますので、ミカさんはもう、ベリーの先生なので、初めてダンスするディスコダンスどうですか？はるちゃん上手ですね。もう宣伝から踊ってるらしいので、僕の先輩ということでね。そんなわけでディスコダンス楽しくやっています。ダンスのノウハウっていうよりかノリが大切なのと、いくつかのステップを学ぶとどこでも踊れるので。ほとんど話聞いてないと思います。聞いてます。わかりました。それでは、ディスコダンス日曜日4時からです。ありがとうございます。ありがとう。またベリーも行かせてもらいます。原宿のパシャ、はい、今度4人も一緒にやります。よろしくです。7月の22日上の水上で先生がハンス王子様をやりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。The time is now to stop.